野賀遺跡、野賀遺跡住居跡展示館野賀遺跡は、福岡県福岡市西区野賀田にある、弥生時代後期、古墳時代前期の遺跡である。国の史跡に指定されている6月27日指定。沢原平野の西端、セフリ山地北東部の可能学登録にある標高17から22メートルの、戦場地に位置する。糸国の所在地と推定される、現在の島市域と、 な国の所在地と推定される、現在の春日市周辺との中間部に位置し、交通の要所であったと考えられている。1973年に、野方大団地の造成中に、高校生が発見し、同年8月から翌1974年1月に、かけて福岡市教育委員会による発掘調査が実施され、 遺構の集中している遺跡中央部の21130.63平方メートルが国の史跡に指定された。遺構としては、長径約100メートルの楕円形の大きな看護、一辺約25メートルから30メートルの方径の小さな看護、縦穴式住居跡94基、亀管墓3基、土工墓1基、木幹墓1基、箱式石棺墓10基などが検出されている。 弥生時代には、上記の大小各一箇所の官号からなる官号集落が形成され、大きな官号の内側には、約十軒の縦穴式住居が建てられ、小さな官号の内側には、高床式倉庫が建てられていたと推定される。官号からは、瓦原家、石器、鉄器、貝、魚骨、重骨などが出土している。古墳時代には、弥生時代の官号は埋められ、 住居と墓地を分けた集落が形成され、約100棟の縦穴式住居が建てられていたと推定される。古墳時代の墓地の箱式石棺墓、木棺墓から副装品として、中国製の獣大橋、内向家門橋や鉄塔、管玉、ガラス玉などが出土している。発掘調査終了後、遺跡は1989年から整備されて公園となり、 1991年に野形中央公園として開園した。公園では看護跡が復元されているほか、公園の一角には野形遺跡住居跡展示館が建設され、発掘された住居跡や出土品の一部が展示されている。このほか公園内には当初二棟の縦穴式住居が復元されたが、これらは1994年5月に不審火で消失し撤去された。 ありがとうございます。